どうも中森大です。刀慎一郎です。今回は90年代に書かれた漫画が原作であるリバーズエッジっていう映画について話したいんですよ。なんか僕えらく感動したんですよね、この作品。まず簡単なあらすじを言うと、女子高生の春菜は彼氏の神奈崎がいじめている同級生の山田を助ける。そしたら山田から自分の秘密だと河原に遺棄された白骨死体を紹介され、いびつな関係が生まれていってみたいな、いわゆるいびつな青春群像劇ってやつですね、これ。あ、いびつな感じですね。全体的に大敗的な青春が繰り広げられていって、暴力、セックス、ドラッグ、 LGBT、 過食症みたいな、命の輪郭がぼやけているキャラたちのお話って感じなんですけど、はいはいはい、死体というものが作品の大きな部分を占めていて、要は生きてるって感覚がいまいち理解できない高校生が、対極な存在である死体のおかげで実感でき、少しだけ今の自分の命を感じられるって言えばいいんですかね、これ。あ、深いね、うん。これを特に感じているのが山田というキャラでして、こいつは子供の頃からずっといじめられていた上に、90年代が舞台として考えたらマジでカミングアウトできなかったであろう同性愛者という側面を持ってます。はいはいはい。でもそんな山田には彼女がいるんですよ。ほう。あのカモフラージュのためのダミーの恋人ってやつですね。あー、はいはいはい。で、物語はこの彼女が春菜と山田の関係を勘違いして嫉妬に狂い、春菜の家で昇進等身自殺という事件を起こしちゃうことでラストに突入するんですが、そういった事件を経て春菜と山田は現在の自分の環境、目の前のものをちゃんと見て愛することが大事であり、ひいては性の実感につながるものなんだと分かるんやと思うんすよ。あくまで僕個人的な解釈ですけど、あのラストは。はいはいはい。作品のテーマとして、思春期特有の目の前の幸せよりついつい不幸を数えてしまう現象なんじゃないかなと思って、個人的にはなんか分かるなーってノスタルジックな感動に浸れたんですよね。あー、はい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 。でも実はこの映画世間的にはそこまで評価されなかったみたいで、実は僕つまんないっていう人の気持ちもちょっとわかるんですよね。へえ、どうして？まず第一に、なんで90年代の青春漫画を2017年にそのままやったんすかね。しかも孤独と青春の暴走みたいな時代時代で雰囲気が変わりまくるものを。はいはいはい。はっきり言って今30歳の僕も余裕で外れてますからね、この映画の時代って。ああ、そうか、うん。むしろパッチギくらい昔の時代を描けば逆に半分時代劇として全年齢対象にできると思うんすけど、90年代中盤は古さが少し中途半端やと思ったんですよね。ああ、言われるとそうかもね、うん。まして今のティーンエイジャーに向けた映画としてね、それ。はいはいはい。具体的に言っていくと、神奈崎の友人で2人キャラがいるんですが、こいつらまさに絵に描いた当時の暇人高校生コンビなんですよね。いつも夜に2人っきりで釣りをしてくだらないことを話してる。しかもその内容が牧瀬里穂の CM の都市伝説とか、学校の裏のババアがやらせてくれるとか、作中の事件の原因は学校のある土地が江戸時代処刑場だったらしいとか、もう急にヌーベの旗門番みたいな話も出てくるんですよ、こいつら。懐かしいな、旗門番。で、これで何が言いたいかというと、ネットどころか携帯電話もなかった時代の話、つまり今の高校生と比べて世界がずっと狭かった時代なんですよね、これ。ああ、はいはいはい。つまりこういう会話一つ一つから作品の舞台の時代の雰囲気を察して見ていく必要があると思うんですよ、僕みたいに山田より若い世代の観客は。ああ、はいはいはい。携帯やネットの普及前って子供の世界は今より狭かったけど、でも逆に口コミや噂の精度たるや恐ろしいものがあったとかね。はい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 。で、この映画の主人公たちの悩み状況って当時だから生まれたもので、つまり同じ孤独感、性の実感が湧かないと言っても、その具体的な内容や雰囲気は時代によって違うものになると俺は思うんですよ。おー、はいはいはい。しかもネットの普及以前以後の世界って完全な別物じゃないですか。あー、確かにそうだね、うん。ましてや90年代中盤なんてバブル崩壊に就職氷河期からの終末論が全盛期な特殊なハイテンション時代でしたよね、あそこ。特殊なハイテンションだね、うん。それが今じゃ小学校行かなくても自宅学習しながら YouTube でお金も稼げて、 SNS 開けば自分と同じ悩みを持つ同世代なんかすぐに見つけられて、コメやメッセで他人といつでもどこでも交流できる。現代社会で真の一人ぼっちって自ら求めなきゃ逆になれないんじゃないのかなって個人的には思うくらいなんですよ。あー、確かに。やで、全員スマホを持ってる世代から見ればこの映画の状況って特殊すぎると思うんですよね。実際僕も前情報ゼロでこの映画見たんで最初ちょっと混乱したもん。え、これ現代劇じゃねえぞ、これいつ頃の話ってなったわけよね。あー、はい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 。やもんで、いくら思春期の悩みとして普遍的なはずの
閉塞感、孤独感、大敗的かつ盗作的な暴走、生きるとはというテーマを扱っても若い世代には受けなかったんじゃないのかなって。ああ、はいはいはい。まあどこまで言ってもただの個人的な感想なんですけど、つうかそもそも僕らの時代よりずっと優しい子が増えて、テレビのバラエティ番組でも暴力的なものを排除されて、20代の童貞率が 50% を超えてる現代で、寝たくって暴力的なセックスをしまくる神奈崎くんなんて感情移入どころかドン引きされそうやけどもそもそも確かにむちゃくちゃだな。お今の時代の漫画にこんなの出てきたら主要キャラどころか徹底的に無語すぎる仕返しを食らう完全無欠の敵キャラやろっていう確かに。まあ僕はこの映画そんな神奈崎くんも込みで好きなんですけどね。誰もいない真っ暗な家でちょびっとの牛乳飲み干すけど全く物足りなくて空箱叩きつけるシーンとかも最高でしたよ。ある意味作中で最も満ち足りてない上に最弱だったキャラとしてねってところで、じゃあお疲れっす。